お疲れ様でございます。まあ連日ね、東京都知事選が終わっても石丸伸二さんに注目が集まってるわけですけども、まあなんかマスコミのね、石丸伸二叩きはなかなか鋭いというかきついですね。でさらにそれが波及して後追いで YouTuber さんも中にはね、石丸伸二の化けの皮はこれだみたいな感じでねやったりとかしてますけども、一つ私がすごくねやってくれたなと思うのが、石丸伸二さんがマスコミに全然媚びてないところなんですよ。まあ、そこは私もねすごく面白いなと思って見てます。まあ、そもそも YouTuber なんてのでなんか自分の考えを述べるってのはマスコミの取材とかマスコミの報道に不満があるからなんですよね。まあ、そうじゃないですかね、他の YouTuber さんね。だって私たちが情報として受け取るマスコミ報道に、そりゃねえだろ、そうじゃねえだろっていう気持ちがあるから自説をこうやって自分の YouTube チャンネルで語ってると思うんですよ。で残念ながら私たち YouTuber には力がありませんから、マスコミに苦言を呈する機会がないんですよね。まあそこに来て石丸伸二さんはマスコミに対して私たちの言いたいことをズバズバ言ってくれるので、そこにはね一定の爽快感があります。まあというのが、今まで私たちはマスコミにやり込められてるわけですよ。しまいには大東亜戦争もマスコミのせいで継続されてきたわけですからね。だからマスコミってのは国民の命を常にないがしろにしてきたと言えます。まあ、特に昨日はね報道しましたけども、マスコミのある一部の取材班が石丸伸二さんの実家までわざわざ出かけて行って、まあお父さんにね、まあ無礼な質問を繰り返したわけですよ。でマスコミっていうのは自分たちの数字が取れる、利益の取れる方向に現地を取りたくって、まあいやらしい質問をするわけですよ。で質問した結果答えてくれた内容を切り取って、そこに自分なりのねマスコミなりの印象を重ねることによって、まあ自分たちのね利益のために取材元に対してどんなに不利益が生じても構わないというふうに考えてるわけなんですよ。おおよそ私たち国民の側に立った取材ってのはないわけなんですよね。まあそんな感じで今回マスコミにまあ鉄槌を下すという意味なのかどうか分かりませんけども、石丸伸二さんはいろんなインタビューに対してね、まあいわゆる塩対応ってのもあったわけですよ。まあそれに対してまあいろいろと考えるところ、言うところがあると思いますけども、まあ一つにはこういう考えもあります。例えば堀江貴美さんですけども、マスコミのやつらってさ、大した取材もせずに当たり前のことを何回も何回も聞いてくるんだよと、答える方としてはうんざりするわけみたいなことを言ってるわけですよね。まあこれは堀江さんならそう感じるだろうなというふうに思いましたけども、まあ通常ね、私たちが例えばテレビとか新聞にインタビューされたら何回同じこと聞かれても嬉しくってホクホク答えちゃうと思うんですよ。つまりこれがマスコミになびいてる私たちの姿なんですよ。でも石丸伸二さんはいざとなったら別にマスコミに取り上げられなくても全く構わないわけですよ。そういった強みがあるのと、あとはやっぱり現状のマスコミの報道にものすごくね、不満があったからいろんな提言をしてくれたんじゃないかなと思いますね。その報道の仕方だから国民は誤解するんだとかね、まあ、それは本当その通りなんですよ。マスコミのネタじゃないですからね、私たちはね。一人一人意思を持った人間であり、人生を背負った貴重な一生なわけですよ。でそこにねマスコミなんてのが現れてめちゃくちゃやると結局人生が台無しになってしまうわけですよ。でそこに責任を取るわけでもなくて、マスコミは次のネタを追っかけていくわけでしょ。でこういう意見もあります。まあ石丸さんはいろんなインタビューを同じように受けていてね、不愉快だけども、マスコミってそんなもんじゃないですかと、だからそこは大人の対応しないとみたいなのがあるんですけども、こういうふうにねマスコミに忖度してマスコミに歩調を合わせるからマスコミの行動ってのは変わらないっていうところを踏まえてこうやって切り込んでくれたんじゃないかなと思うんですよ。そして私はね想像するんですけども、仮に今回石丸さんがマスコミにソース感食らって、このようなね石丸ブームが終わって全く取り上げられなくなってたとしても、石丸さんがやった行動ってのは残るわけですよ。つまり次に同じようにマスコミに歯に衣着せぬ態度をしてくれる、そういった人が現れる、まあ、そこにかけてるんじゃないかなと。まさにそれが、まあ、皆さんのね行動に奮起に期待するってことじゃないかなと思います。
まあ私がこうやってねマスコミに囲まれてインタビュー受けることはないと思いますけども、どうですかね、仮にそういうことがあったとしたら、私は喜んでねマスコミに尻尾を振るような気がしますね。これ多分放送をご覧になっている皆さんも同じだと思います。でもそこに毅然としてお前らの報道の仕方おかしいよと、誤解されて大いに困ってるんだっていうふうに、やっぱり国民目線のね苦言を呈するべきだと思うんですよ。私たちはね、テレビに映って喜んでる時代じゃないじゃないですか。私たちはどうしても人目に触れたかったら、こうやって YouTube でね自分の身をさらして発言する、まあ、そういった報道の自由をもう手に入れてるわけですからね。ということで今回はマスコミこの野郎みたいなこともねありまして、放送の方に変えさせていただきました。それではありがとうございました。